はい、ヒレビール放送局 M キャストのまこねーです。今日はですね、実は撮り直してます。はい、収録時間4月6日の4時45分って書いてありますが、大嘘です。今は、お昼過ぎの14時6分です。実はですね、ちょっと内容がなんか微妙で、ちょっととどうかなと思ったもんだから、ちょっと撮り直しています。そんなわけで今日は家から自宅からのんびりお話していきたいと思うんですが、その前に、数日前にアマゾンで、ポチしてマイク買っちゃいましたっていう内容のお話をしたことがあるんです。で、そのマイクが届いて、まあ、昨日届いて設置したんですけども、あんまりにもね感度が高いのか、もしかしたらパソコン内部の雑音かかんないけど、背景にサーっていう砂の音が聞こえるんですね。まあ、それについては私あんまり音のことよくわからないので、正直ね。だから、まあ、今ね、扉閉め、外窓開けっぱなしだったんだけど、窓閉めて、カーテン閉めて、収録してるんですけど、まあ、それでもさーって音が聞こえるってことは、多分、なんかマイクじゃなくて内部ノイズなのかなと思っています。まあ、どうやって内部ノイズを消したらいいかとか、まあ、内部、多分ね、プログラムかなんかで内部ノイズを消すようなこともできると思うんですけど、まあ、現状は、ちょっとそこはね、また後回しにして、今日は、家の中からマイクを使って、収録しています。まあね、もともとマイク買うってなった時に、私のポッドキャストを聞いた方が、せっかくだからマイクかなんかで、マイクでしっかりした音声で収録した方がいいよっていう風に背中を押してもらったんですよ。まあ、それでマイクを買ったんですけど、まあ、正直ね、私ね、そんなに、どうなの？そんなに違うかな？なんて。ぶっちゃけ、私のなんちゃってスマホでもまあまあまあ、良いのではなんていう風に、思ってるんですが、まあ、いずれ私も慣れてくると、多分音の違いに気づくようになっていくんじゃないかと思ってます。もうへっぽこ耳で、へっぽこイヤーで、本当なんか恥ずかしい限りなんだけど。まあ、そんなわけで今日はね、どんなお話しようかななんて思ってたんですが、今日はですね、週の終わりです。今週はこれで最後になりますので、まあなんかね、夢を持つような、夢を持ったようなお話で、終わりにしたいなと思ってます。っていうのは、今週割合とダークマコが飛び火してて、M キャスの方も、ウォーキングの方も、なかなかちょっとダークな感じが多かったので、まあちょっとね、心の中で反省してます。はい。で、今日はね、キャンプの話をしたいんですけど、皆さん、キャンプって好きですか？うん。まあ、あんまり、キャンプというよりも、インドア派とアウトドア派ってあるじゃないですか。まあ、インドア派の方もいれば、アウトドア派の方もいらっしゃると思うんですけども、私は、どちらかというと、アウトドアの方が好きですね。ただ、苦手なものもいっぱいあります。釣りとか。だからね、私は釣りの楽しさがね、なんか釣ってる人のそばで一緒に時間を過ごすぐらいのはいいんですけど、自分で釣り糸を垂らしたいかって言ったらそんなこともなく、私ね、お魚好きなので、まあ、居酒屋でバイトした頃にお刺身の刺し盛りを自分でね作ってたし、ある程度ね、お魚もさばけるし、お寿司も握れるんですが、そう、お魚を触ったりとかはいいんですけども、生きてるお魚は苦手なんですよ。そう、もうこれからさば、お亡くなりになられてるお魚だったら、まあ、パパってさばいて、まあ、
食べれるところは全部きれいに食べたいっていう感じだし、私お魚自体はものすごく海産物自体がすごく好きなので、釣ったお魚をもらうのは大好き。でもね、お魚を釣るのが好きかって言ったら、まあ、ぶっちゃけ今まで釣れたことがないし、なんか昔々おじいちゃんに連れて行ってもらったザッコ釣りがね、まあザッコ釣りっていうのかな、まあ長岡の方言かもしれませんけども、まあそこら辺のね、川とか沼でそこに住んでる鯉とかを釣りと垂らしてのんびり待って釣るっていう、まあ昔ながらの、まあ、釣りの遊びですよね。うん、まあそういうのにおじいちゃんがそういうの好きで、おじいちゃんによく連れて行ってもらったんですけど、私はね、退屈で仕方なくてあんまり好きじゃなかったんですよね。そう、おじいちゃんに行こうって言われれば、まあついて行ったんですけどね。まあそんなわけでね、アウトドアと言っても釣りはちょっと苦手なんです。うん、ただそれ以外のやつは、まあ一般的な人ができるものに関しては何でも好きですね。そう、やってみたいもの、今日はねキャンプの話ですけども、やってみたいものといえばスカイダイビング。そう、スカイダイビングはやってみたいですね。で、機会があればフライングっていうんだっけ、なんていうんだっけ、ほらムササビみたいなさ、グライダーのさ、形のムササビのみたいなスーツで空飛ぶやつ、あれもね楽しいと思うんだよね。まあもちろん激突したら、まあ世に行っちゃうようなもんだけど、あれも楽しそうだし、私ね、体重が重い割には、そういう やってみたいものいっぱいあって、岩登りとかもね、やってみたいですね。沢登りとか、沢下りとか、まだやったことないんですよ。うん。まあね、登山が好きなんですとか、山登りが好きなんですとか、そういう夢の話は、まあ以前も、私が山代わりになりたいんだよねって話でしたんですが、まあ、同じようにね、そういうもの好きです。まあ、もともとモータースポーツも好きだったんですけどね、自分でやる方も見る方も好きだったんですけど、まあ車とはもうご縁をきっぱりおさらばして、もう車嫌いですっていう、車もう乗りたくないですっていうか、車もうダサいと思いませんかみたいなことを平気で言っちゃってるので、車のお話はちょっと置いといて、さあまあキャンプの話なんですけども、キャンプもね、まあ、なんだろう、私のキャンプは本当、軽キャンプというか、もう超ゆるゆる、いきなり、キャンプというよりも、野宿って方が、表現としては正しいかもしれない。まあね、私はね、どこでも寝れるんです。はい。だから、まあ、昔は、家を追い出されて、まあ、家を追い出されて、寝るところなく、草むらで寝たりとか、そういうこともあったし、電車に乗り遅れて、まあ今は分かんないですけどね、ちょっと前、10年ぐらい前だったと思うんだけど、なんか終電逃した後の池袋駅とかでサラリーマンの人たちがみんな寝てるんですよ。まあ、あれを見て、まあ、私もこれできるなと思ったな。そう、うん、まあどこでもね、椅子でもどこでも、眠くなれば座ってそのまま寝ちゃうっていうタイプです。はい。だから マイクじゃなくて枕が違うかろうが一つだろうが、まあ関係ないですね。眠いと思ったらもうそこで寝るみたいな。そうなので、キャンプというよりはアウトドアというかサバイバルに近い感じですね。そうだから、まあようなような空を見ながら、星を見ながらお酒飲んで、そのまま眠くて眠れるように、ちょっとしたなんだっけ、シラック、寝袋を持ってたりして、まあ今日はそこでもうお酒飲みながら寝るぞと思うと、まあ寝袋を持って行ったりとか、まあ、普段からね、私の部屋は狭いので、大きい布団とか置くの嫌なんですよ。なので、まあ軽い夏でもかけられるような布団プラス寝袋で生活してます。だから冬はいつも寝袋の中に入って寝てます。はい。まあ夏用のやつだけどね。家の中で寝る分にはマイナスぐらいになっても、まあ夏用で十分かなと。で、夏はまあそれを持って近所の川、信濃川の土手に行って、いつも歩いてるね土手のところに行って、まあ、星を見ながらお酒飲んで星を見ながら寝たりとかね、よくしてます。はい。うん。
で、まあ、今は毎朝ね、歩いてるとおり、朝4時半から、4時半じゃなくて5時半からお仕事なので、大体ね、夏でも、真夏でも、4時になればもう明るいかな、3時半ぐらいに明るくなってきて、4時になればもう明るいですね。そう、まあ、なので、朝まで、朝方まで腰を見て、そのまま仕事行くなんていうのもよくやってました。そう、だからね、テントを持ってとか、いろんなね、キャンプ用品あるじゃないですか、キャンプ用品を買ってとか、そういうのはあんまり興味ないんですよね。それだったら部屋でいいやんっていうのが私が思ってるところで そう、わざわざ部屋であるようなものをわざわざキャンプ地まで行って、それを自分の部屋のように設置してまで、アウトドアを楽しむんだったら、私は本当もう、寝袋一つで、そう、いいと思うし、キャンプ飯も、まあ、キャンプ飯でさ、そんな凝って作るんだったら、別にコンビニのお弁当でいいんじゃないぐらいな。だからね、私のキャンプっていうより、なんて言うんだろうね、バックカントリーキャンプじゃないけども、シティカントリーキャンプっていうか、まあ、まあ、ご近所さんどこでも、外で寝ればキャンプみたいな。まあ、そんなね、スタイルです。はい。だからね、バックカントリーキャンプっていう言葉がありますけども、まあ、そういうのも好きですよ。で、私はまあ、そこら辺に生えてる雑草でも草でも葉っぱでも、何でも平気で食べちゃうので、まあ、生で食べる時もあるけど、まあね、そこら辺に生えてる葉っぱ洗って食べたからって、まあ、そんなに美味しくないんですよ。そう、まあ、サラダ用に作られてる葉っぱとかやっぱ美味しいよね。 そうそう、今日ね、帰ってくる時にヨモギの若葉がいっぱい生えてたので、ヨモギの若葉をちょっと摘んできて、帰ってきてから天ぷらにして食べたんですけどね、天ぷらにするついで、なんかちょっとしか取らなかったつもりなんだけど、なんか勢いよく取ってたらしくて、まあ、天ぷらにするだけではちょっと、もう大盛りすぎちゃったから、まあ、半分はお味噌汁の中に入れて食べたんですけども、よもぎのお味噌汁ってなんかいまいち微妙。天ぷらはね、よもぎの香りがするんだけど、お味噌汁にすると、うちの味噌はね、いつもお世話になってる杉本さんからもらってる手作り味噌なんで、香りがすごく強いんですよ。そう、麹の香りがすっごいふわーってする感じで、ほんと少量でも、お味噌を食べてますっていうふうな、もう主張の激しいお味噌なんだけど、まあ、その中にね、入れると、よもぎ入れると、まあ、よもぎがね、ほんと、なんか、これよもぎでしたか？みたいな感じになっちゃったかな。そう。で、一緒に杉本さんから今日小松菜ももらってたので、小松菜と一緒に入れたんですけど、まあ、存在感が薄くなっちゃって、なんか天ぷら以外によもぎってやっぱりよもぎうどん？もしくはよもぎまんじゅう？まあ一般的にスーパーとかでよもぎが売られてないのは、多分料理の仕方が 普通の家庭料理に取り入れるのがちょっと難しいっていうところなのかななんて思って、食べてみました。はい、まあそういうふうにそこらに生えてる雑草でもちょこちょこって調理して食べちゃうので、多分どこでも生きていきます。 そうで、まあ過去にネパールに住んでた時は、ネパールはね、ごっそうっていうと、ヤギを、そう、羊、ヤギをね、潰すんですよ。そう、ヤギ1頭1万円ぐらいかな。そう、日本円で1万円ぐらいだって言ってた気がするんだけどね。でもまあ、どこっちもヤギを飼ってるので、飼ってるヤギ、もしくはヤギを放牧してる人から、まあ、安く買ってきて、まあ、1匹潰すって感じなんですけども、ヤギをね、潰すのを私は自分でやってみたくて、まあ、やらせてくれって言ってやらせてもらったことがあります。はい。で、まあ、ネパールもその場所場所によってヤギの潰し方、まあ、殺し方は違うんですけども、私が教えてもらったのは、手も足も全部大人3人ぐらいで、
手足を押さえて、で、足をね、首のところにある、すののところに引っ掛けて、前足を置かなくし、後ろ足を押さえるって感じにして、まずね、お腹の、あばらの下あたりを切るんですよ。そう。手が入るぐらいの大きさに。プスって切って、その中に手をズブって突っ込んで、で、心臓をわしづかみにするんですよね。わしづかみにして引っ張るの。そうすると、ヤギは、メーって、すごい苦しそうな顔して口を開けるの。そうした時に、水をバババガバババって飲ませて窒息させるんですわ。そう。窒息っていうか、気絶させるんですよね。気絶した時にもう、手首、足首を、切って、折ってしまうと、もうそこで、蘇生することはなく絶命なんですよ。で、ああいうところなので、血の一滴も流さないように、本当きれいに解体するっていう感じなんですけども、解体はね、なかなかね、慣れないとできないってことだったんだけども、心臓のわしづかみは、やらせてもらいました。そう。だから、ドクドク動いて心臓をギュッて握って、フィッて引っ張った時の感覚っていうのは手に残ってますね。ただね、私最初やった時は、心臓はどれからすぐ分かったんだけど、血管を手で挟んで引っ掛けて引っ張るっていうんだけど、その血管がよく分かんなくて、私が殺しちゃった、みーさんには、本当、かわいそうなことをしましたね。そう。ただ、場所によっては、パッと首を、一刀両断で落とすってところもあるらしいんだけど、私のところはそういうやり方してましたね。で、ネパール行った時は、内臓はぶつ切りにして、香辛料と混ぜて、きれいにした腸に詰めて、ソーセージみたいにしたりするんですよ。で、お肉とかは香辛料と混ぜて炒め物にしたりとかするんですけども、もちろん脳みそも食べます。脳みそも、もう脳みそ、外から頭の骨ごとを、焼いて、中に余熱で脳みそを温めるって感じで、そのまま割って脳みそを食べるんですけども、脳みそはね、男性しか食べないものだって言ってたんですけども、私も食べさせてもらいました。そう。脳みそもね、白子みたいな感じですごく美味しかったな。なので、動物を殺して食べるっていうのは当たり前のことで、なかなか動物を殺すところを見る機会がないっていうだけですよね、現在の日本では。同じようなことで、そのネパールに行く前に、岩手でね、スナック、自分のお店をやってた時に、近くの、今ね、津波で亡くなられちゃったんですよ。岩手県の宮古市に住んでたんですけども、津波で亡くなられた方が、鳥鍋するんだったら鳥いるけど、鶏肉やるけど来るかって言われて、あ、では、いただきますって言ったらさ、ウコッケのオスなの。ウコッケのオスって、硬くて、肉が硬くて、だしぐらいしかならないけどって言われたんだけど、やる気こいつだとか言って行ったわけですよ。私はね、てっきりウコッケの肉がもらえるってだけで嬉しかったんだけど、お亡くなりになってて、お肉になってると思ってたわけですよ。行ったら案の定、コケーコココとか もうおじいちゃんのコッケだって言うんですけど、元気なわけですよ。で、もう持ち方を教えてもらって、こうやって持って行って、どうやって殺せばいいかって教えてもらって、お店に連れて帰ったんですけど、まさかね、私が自分で食べるために、生き物を殺したのは、自分で殺したのはその時が初めてだったな。ウコッケの、そう、ウコッケで、名前つけたんですよ。名前なんて、その時ね、数日っていうか、数時間の命だったけど、私は花ちゃんって呼んでたな。で、教えてもらったのは、後ろ足、足を針金みたいのでぐるぐる巻きにして、逆さまにまず吊ると。で、そして、普通のね、普通のさ、模型とかで使うような細長い、型あるじゃないですか。模型では使わねえな。そんな、厚さが1センチぐらいの、そう、あれで、鳥の、鶏のウコッケの、喉っていうか、舌を切るんだっていうんだけど、首を捕まえて、顎のあたりクッと押すと、口を開けるから、
その間にカッターを奥まで突っ込んで舌を切ると、舌を切り取ると、そうすると舌からダーッと血が出てきて、すぐには死なないけど、まあそのうち死ぬからって言われたんだけど、まあね、生きてる動物をその人が、ね、目の前で見てるん、や見てるんだったらね、やれると思うんだけど、まあ誰もいない自分のお店でやるにはなかなか勇気がいてね、まあ最初ちょびっと、まあ、やってみたの一生懸命。そう、それでもね、かわいそうなことにね、舌が半分は切れたけど、奥までやっぱね、カッターが入れられてなくて、まあ半分垂れ下がった形で、舌がね垂れ下がった形で苦しんでるわけですよ。うん、でまあその時にたまたま日銭で頼んでた服が届いたってことで、佐川のよく来るお兄ちゃんがね、うちのお客さんでもあったんだけど、来たもんだから、ちょっとこいつ閉めてってお願いしたの。でもまあね、普通に佐川で働いてるお兄ちゃんってさ、わざわざ動物を殺して食べたことあるわけじゃないですからね。そう、俺魚以外やったことねえよとかで、いや俺無理だよとか言って、荷物置いて、サインいらないから、あとで俺帰るから、もう帰るわとか言って逃げられてしまいまあ仕方なくどうしようって悩んでた時に、白井の別のおじさんが来て、まあ、その日ね一緒に鍋するおじさんが来て、どうしたって言うから、いや鶏肉あるから来いって言って行ったら、これなんだよって言ったら、生きてんのかとか言って、生きてる、それはどうしようみたいな話で、そのおじさん言うんですよ。じゃあ俺が抑えていくから、出刃包丁で首を一気にちょん切っちゃえとそう、抑えてるとさ動くし、生ぬるいしあったかいからなんか嫌だかもしれないけど、出刃包丁でギギギってやる方がどっちかというと楽だろうとか言って、まあそうかなとか思いながら、まあね、花ちゃんは首根っこを引っ張られて、ギュッと引っ張られて、そこの間をガーって私に切られて絶命しました。そう、でもまあ鶏も、まあどの動物もどうなのかもしれないけど、鶏はね本当首切られてもしばらくやっぱ生きてるんですよ。動いてて、まあ逆さになりながらバタバタしてたんですけども、まあそれをね毛をむしるのに熱いお湯かけて、熱いお湯をかけてから毛をむしっていくんですけども、またそれがね、臭いのなんのってそう、魚の生臭さじゃない、獣の臭さってあるじゃないですか。まあ臭いのなんのって、まあ全部抜いて綺麗にまあさばいたんだけど、鳥をさばくことも初めてなわけですよ。そう、まあさばいて、まあこれが、ね、胸肉かなどうかなとか言ってさばいたんだけど、まあ思ったよ、本当に食べるところがなくそう、お肉もねちょっと焼いて食べてみたんだけど、硬くて本当に出汁にしかならないみたいな。だから鶏の鍋のために鶏をもらってきたけど、別に食べる用の鶏肉を買いに行かなきゃいけなかったみたいなのが、私の初めて動物を殺してというか、まあ、生き物を殺して食べた経験でしたね。そう、まあ、そっからまあネパールに行ってっていうことになっていくんですけども、ネパールではもう一つ動物を殺して食べるっていう貴重な経験をさせてもらったんですが、私が住んでた山を、ネパールの2500m ぐらいのところだと、さらに上のところに有名なね、薬草の冬虫夏草を食べて放牧されてるヤクっていうでっかい牛のお化けみたいなやつがいるんですよ。で私が住んでた村の町のね、ちょっと離れた村っていうか、もう崖の上なんですけども、まあね、あの崖の上に村があるから、そこに住んでるからって言って、うちの、ね、NGO のスタッフが言うから、まあ、そこに朝何時に来てくれればのお祭りに参加できるし、ヤクのお肉ご馳走するよみたいな感じで、まあ、ヤクのお肉食べたいねとか言って、まあ、当時ね日本から遊び来てた女の子と一緒に行ったわけですよ。うん、大体ね、私の経験上ですけど、海外に単身一人で来るような女の子ってちょっと変わってるでも私はそういうフレッシュな女の子大好きよ。うん、でまあその子とは結構ね、あっちこっち一緒に歩いて行ったね。だって私が住んでたところから隣町まで平気で1時間2時間かかるんだもんそう、まあ1時間2時間かけて一緒にご飯食べ行ったりとか下で歩いて、
その子と一緒にヤクのパーティーに行ったんだけど、それはね、1年に2回ヤクを1回目は季節ちょっと忘れちゃったけど、お祭りの季節だよね。ヒンズー教のお祭りの季節だったと思うんだけど、1回目はね、1回目は血、お腹のところを一部切って血を抜いて、その血を飲むっていうだけらしいんだけど、お祭りの2回目、どれくらい間があったかちょっと忘れちゃったんだけど、それはヤクを殺して全部食べるということで、ヤクを殺すところを目の前で見せていただきました。ヤクはちょっと体がでかいので、足を引っ掛けて倒して、心臓にね、ナイフを立てるんです。突き刺すんですよ。そして少しずつ少しずつえぎりながら血をちょっとずつお腹の中にこぼしていって、最終的に弱っていくっていう、最終的に血が抜けて死んじゃうっていうような感じだったんですけども、その血がね、まだもう寒い時期だったんだけど、またね、もうお腹から出てきたばっかの血だから、ポカポカでね、またその血がね、もうほんと高級スープみたいな濃厚なね、血の生臭さとかなくて、ほんと程よい塩加減のね、すっごく美味しいね、スープなのよ。いた人みんな飲んでて、カップで血をすくって飲んでたんだけど、みんな顔の周り真っ赤になってて そう、その後ね、ヤクの、お肉もいただいたんだけど、本当素晴らしい経験でしたね。そんな感じで、そんな経験があるもんだから、動物を殺して食べるっていうのは割合と平気なんです。で、そのネパールから帰ってきた後に知り合った薬剤師の友達なんですけども、剥製を作るのが趣味っていう、女性がいて、その女性のパーティーに、年2回ぐらいあるパーティーによく呼ばれていったんですけど、そのパーティーっていうのは漁師さんとかからもらった剥製にするための猿とか、猿もいたし、なんだっけ、テンとか、そう、そんなに大きくない、大きくても50センチぐらいの大きさぐらいの個体の動物を、送ってもらって、それを冷凍保存してて、パーティーの時に解凍し、みんなでそれを解剖しながら、骨と骨がどういうふうにつながってるかとか、筋がどういうふうにつながってるかをみんなで研究してお話し合いしながら、そのお肉を最後に食べるっていうパーティーなんですよ。それもね、ちょっと気持ち悪いっちゃ気持ち悪いけども、本当、やっぱね、臭いは臭いよ、動物だから。でもいろんなお肉を食べる経験ができて、楽しかったですね。そんな風に感じで、動物を殺して食べるっていうのは、私たちは残念ながらなかなか目の前で見ることがないだけに、本当貴重な経験だなと思っています。そういえばね、私一回長岡にある大きな屠殺場があるんですよ。豚も牛も。そこのね、面接に行ったことがあって、そこの面接は、最初にその屠殺の現場を見て、もうこれは無理だと思った人は、もう面接受けないで帰ってくださいっていうスタイルなのね。で、その時にもうベルトコンベヤー式に豚さんが入ってきて、そう、順番にもう殺されて、十数分後にはもうお肉になってるみたいな現場を見たんですけど、それはね、常に熱いお湯がガンガン流れてて、ほんと豚の茹でたにいい匂いがするわけよ そう、まずね、首動脈切られて、血が、動脈切られるとボコ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 って、もうすごい勢いで血が出てくるんですけど、その血が流れて、もうピクピクってなってる時に、もうベルトコンベアみたいなのに吊るされて、次のところに行くんですよ。で、次のところに行くと、もう足首をパパって切られて、豚足ですよね。そう、豚足ペペって切られて、それするともう絶命ですわ。で、その次の工程では、皮を、機械でね、挟んで皮をペロペロペロってめくるみたいな感じで、ほんと数秒で皮がなくなり、で、次の工程で、皮がなくなる前に、まず内臓を取られるんだな。内臓を引っぺがされて、内臓は内臓の別のラインに連れて行かれるみたいな。そして皮をめくられて、また、洗浄して、保存庫に移動みたいな。
そんな感じの作業を見てたんですけども、まあね、まあ魚もそうですけども、動物も一緒ですからね。やっぱ殺して食べてるわけだし。そう、私ね、多分ね、本当にお金、本当に極限状態になって、人間を食べなきゃいけないってなった時に、生きてる人を殺して食べることはできないかもしれない、できないと思うけど、まあ、死んだ方のお肉だったら多分食べれると思うよ。そう、倫理上いろんな問題あるかもしれないけど、本当極限状態で食べなきゃ死ぬっていう中で、まあ、私はさ、どっちかっていうと、私のことを殺していいよ、私のことを殺して食べてって言っちゃう方だから、まあ、その時なら分かんないけど、まあ、食べなきゃいけない状況になったら食べれると思う。そう、まあ、同じようにどの動物でも平気で食べれるし、虫料理も、私カンボジアに住んでた、シェメリアップに住んでた頃があるんですけども、シェメリアップに住んでた頃も虫料理とか全然平気ですね。ただね、魚の話で言った通りに、私はね、生きてる魚も苦手だけども、生きてる虫も苦手で そう、虫はね、ほんと、虫、お料理っていうか、まあ、食べれる状態になってれば、食べれるの。でも、そこら辺にいる虫を捕まえて料理するか、食べるかって言ったら、なかなか厳しいものがあるのね そう、まあ、だから、まあ、虫を捕まえてくる人がいれば、捕まえてきて調理する人がいれば、全然虫料理は全然平気。むしろ美味しい。そう。ベトナム、ハノイにいた時かな。まあ、ハノイに行った時に、まあ、ベトナムのスーパーとか普通にね、虫売ってるしね。まあ、そういうのを、平気で食べれました。まあ、香港、生まれて初めての海外旅行は香港で、香港返還の時に香港にいたんですけども、まあ、あの時食べた奇想天外のものもいっぱい、まあね、世の中の食文化やっぱ面白いですよ。日本にいて、日本のものがスタンダードと思ってると、本当理解できないものはあるけど、まあ、その現地に行って、現地の食文化にチャレンジして食べるっていうことの、その面白さは本当かけがえがないですよね。だから、YouTube でも「奇食ハンター」って探すと、奇食、まあ、奇妙な食って書いて奇食なんですけども、奇食ハンターのジョージさんっていう動画が出てくるんですけども、あれを見ながら、これ食べてみたいなみたいなのいっぱいありますね。だからもう、臭いもの、変わってるもの、汚いものでも何でもいいけども、まあ、その奇妙なものほど私も本当興味がある。なんかね、虫を捕まえて食べるということにちょっとね、免疫がつけば、全然普通にそこら辺にいる虫、私捕まえて食べれると思うんですよね。そう、でもそれ今年の課題とかにしませんよ。そう、まあ、そんなわけですね。キャンプから急に虫料理の話になってしまったんだけど、まあ、そんな感じで、私はキャンプといえば、まあ、キャンプというよりもサバイバルに近いものの方が好きだし、まあね、日本で、まあ、基本的にどこでも私有地じゃないですか。そう、国が持ってたなりなんなり、基本的にどこでも私有地だから、まあ、本来どこでも勝手にキャンプってわけにはいかないのはいかないけど、まあね、土手でちょっと、ゴザ敷いて寝るぐらいは、まあ、いいんじゃないかな と思ってるし、そう、そんなに言ったらね、海岸でね、海辺でね、テント張って、ね、遊んでるのもまあ問題なんだろうし、まあ、そこら辺、意外とグレーじゃない、この国。明確なルールがない。明確がない上に、決して危険でもない。そう、まあ、だから、ちょっと人里の近くなんだけど、ちょっと山あいのところとかでキャンプ、サバイバルに近いキャンプとかは本当やりたいですね。興味津々。そう、よくそういう動画とかも見ます。まあ、それで、夢っていうわけじゃないんだけども、キャンプに関する夢なんですけど、
新潟県の長岡市には、東山ファミリーランドって言ってスキー場があるんですよ。でスキー場に隣接したキャンプ場があるんですが、そこはね、トイレもお水も流しも炊事場もしっかりあるんです。今日そこそこ綺麗なのが、まあ市営のキャンプ場で利用料金かからないんですよ。まあ、その金なんだろう、トイレはあるけど、薪とか置いてあるとかそういうことはないですけどね。まあそこで冬の間1シーズンずっとキャンプしてたいなっていうのが夢としてあるんですよ。そこのキャンプ場からちょっと山を登っていくと、三之峠っていう、まあ、長岡ではもう本当、いや長岡の山好きの、散歩コースみたいな三之峠ってのがあって、三之峠は駐車場から頂上まで歩いて40分か1時間しないぐらいの、もうほんと軽い感じの山なんですが、その駐車場のもうちょっと下にキャンプ場があるんですよね。なので私真冬に、1年間、ワンシーズンあそこのキャンプ場で過ごしたいっていう夢があるんですよ。まあ週1回ぐらい買い出しに山から降りてくるみたいで、朝起きたら、なんだっけ、スノーシュー履いて、三之峠に登り、毎朝、朝日を見て、そこで、コーヒーを沸かし、コーヒー飲みながら、今はタバコ吸ってないですけど、パイプを吹かして、そこで、そこから帰ってきて、で、帰ってくると、その三之峠の、駐車場から、登り口のところまで、まあ、距離で500メーターぐらい緩い登りがあるんですけど、そこは、スキーかスノボーで滑って降りていくと。そして1日着いたら、帰ってきたらキャンプしてるテントの中で、YouTube の配信をし、そして早めにお酒飲んで寝ると。そして次の日また三之峠に行くみたいなのを、まあ、ワンシーズン通してずっとあそこの大自然の雪の中にいる生活をしてみたいんですよね。それがね、本当私のキャンプの中の最大の夢なんですけど、まあ、もちろんね、ちょっと前にお話した耕運機トレーラーで日本中世界中を旅したいっていうのも、まあ、毎回ホテルなんか泊まれるわけじゃないんで、まあ、ほぼどこでも野宿みたいな感じだと思うんですけども、まあ、野宿に抵抗がない私にとっては、なんか、そのサバイバルチックな環境になればなるほど、ワクワクしちゃう。とはいえ、ほら、サバイバル動画みたいな、無人島に置き去りにされたりとか、砂漠に置き去りにされたりとか、まあそういうところで生き残れるスキルがあるかって言ったらそうでもないし、生きてる虫を生で食べれるかって言ったらそんなこともないし、そう、動物の死骸をね、切って食べれるかって言ったらそれも無理だと思うの。そう。でもまあ、大都会っていうか、まあ山奥に比べれば大都会っていうか、まあ街中に近いところで、緩いサバイバルキャンプみたいのが、やっぱちょっとやってみたいなとか、興味津々なんですよね。まあ、そんなわけで今日は、自宅でね、マイクを使ってお話ししていますが、まあ、このマイク、微妙なノイズが入るんですよね。まあ、外の音が拾ってんのかなと思ってたら、まあ、マイクではなくて、多分、パソコンの内部でノイズなんか拾ってるのかなとか思います。まあ、その消し方とかもね、多分あると思うので、まあちょっと研究してみたいと思うんですが、まあ私なんだかんって1日3本ずつポッドキャストを上げてると、まあ、そこまでね、細かいことやってる手間もないので、まあ大雑把な感じで今後もしばらくやっていきたいと思います。そんなわけで今日はね、急遽家から収録してますが、最後までお聞きいただきありがとうございます。また来週、スプーンの場合は日曜日から。で、YouTube はじめ、ポッドキャストへのクロス投稿は、月曜日から金曜日まで、朝6時から配信してますので、ぜひまたお聞きください。今日はね、そう、なんか、
なんかマイクの前で喋ってると、また普段とまたちょっと違う感じですね。スマホとはまた違う感じ。でも、いつもは歩きながらスマホで喋るので、またいつも通りに戻る予定です。そんなわけで、まこねでした。また来週。バイバイ。